っていう感じがして、すごい。だって小林さんお見ない感今日すごいですよね。なんかね、もう僕も人生初めてレベルでこのミリタリーを着させていただいたんですけど、はい、まあ、でもやっぱりスプリガンとか、ね、こういう作品じゃないと舞台挨拶でこのミリタリー着るって機会ないですから、確かにこれはもう着させてもらおうということで用意していただきました、うん、ね、でも小坂さんもね、もう見た感じこのやっぱり高身長な感じとかがジャック感すごいありますよね、うん、すごい。あとなんかこうバディ感もありますよね、こ の, このそう、うん、色味が ね, 色味がね、うん、ちょうど逆でね、すごい素晴らしいものを、うん、それアーマードマッスルスーツじゃないですよね違いますね一応そうですね、うん、打ち抜かれたらダメ、なんか打ち抜かれたらもう終わりです、ね、終わりそうです、終わります、はい、ね、打ち抜かないでください。先ほどね小林さんもご指摘あったって話ですけどね、あのこう伊勢さんは首から財宝を下げて、そうです、財宝、財宝、耳にも財宝、耳にも財宝確かにこうきらびやかな感じでご登場ですけど、細谷さんは傭兵感のあるね、強い感じ、ね、傭兵感、そうですね、この辺が似てるかなっていう、そうですね、黒いところだね、黒的には似てるかなっていう。シリーズ通してやってみて、うん、やりやすかったとか大変だったとかいうとどっちの感じ？いや大変でしたね、大変おお、まあ、常にやっぱなんだろう、叫びに近いというか、はい、わーって喋ってる印象ですし、また結構その音響監督の長崎さんという方がもっと江戸っ子で、もっと江戸っ子でっていうディレクションをずっと言ってたんで、江戸っ子でって言われたんですか？江戸っ子でってなんかこうベラン名口調っていうことですか、はあはあはあ、っていうのを結構求められていたので、まあ、それをこう忘れないようにとか、うん、っていうところが結構大変でしたね。確かに主人公だけどキザっぽいとこあんまないですもんね。そうですね、なんかどっちかっていうと暑苦しい感じとかありつつも、でもなんかこう先頭になるとクレバーなところもあるんで、まあ、そのちょっとメリハリとかも意識しつつ演じてほしいっていうところで結構大変でした。荒っぽくて、はい、うん、でなんか口調も悪いっていうようなイメージで、ちょっとチンピラに近い、ヤンキーに近いのかなと思って持ってたんですけど、もう少しこうフランス人らしい気品を持ってくれって言われてこのセリフでと思ってそうなんですよ。長崎さんのディレクション出身地ばっかりですねなんかまさかのポイントで来たんで、はい、ここに品を入れるかと思って、はい、演じてたんで、そこのこのバランス感覚みたいなのがとても難しかったなっていうのは覚えてますね。こうやると品が出るみたいなのあるんですか？まあだから結構俺がいないとお前100回は死んでるところだぜっていうのもヤンキー口調でまっすぐ言うよりはちょっとこう上からで俺がいないとダメだろみたいな、ちょっと上からこう渡すみたいなセリフにしてやってったら割とそれで OK をもらってったので、こうぶつけるってよりかは俺が上だからなっていう感じでこう投げかけるっていうのがジャンに繋がってったんではないのかなっていうの今になっては思いますけど、結構最初アフレコ前はいろいろ考えていたんですけど、本当に自然とマイクの前に立って、まあ、ようやくの千秋が隣に立ってお芝居の掛け合いが始まると、なんかもうそれ頭で考えていたものがもうスッと抜けて、自然とこう吉野としてその場に入れたというか、なんか一緒に作り上げていってもらったなっていう感覚があって、やっぱりその心配性でありちょっとお世話焼きであり、なんかもうゆうちゃんってこううまいこと手のひらで転がしつつ自分のいいようにこう持っていくちゃっかりしたところ、ちょっとこのずる賢女の子のずる賢さでもその憎めなさみたいなものが、まあ、吉野の良さだと思うので、まあ、そういうところが出せたらいいな、女性の皆さんに可愛いな好きだなって思ってもらえたらいいなと思って演じていました。あんまりこう情報を見せないようにしてこう立ち振る舞うみたいな感じで最初は行こうかなっていう感じだったんですけど、キャラ絵を見た時にね、その長崎音響監督というのはなんか僕になんかすっごい微妙な妙齢の役をやらせたがるそれこそ大塚明夫さんがやりそうなねおじさんの役とかを振られて、だからなんかこのキャラ絵を見た時にやっぱ僕ら世代はねやっぱ明夫さんが浮かんじゃうんですよ見た瞬間ですけどね、そう僕はおぼろを見た瞬間に小安さん以外はありえないなと思ってる、そうなんかそういうあるじゃないですか、はいはいはい、だからまた長崎さん無理言ってるよと思ったんですよ。いや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 、でプロフィール見たら32って書いてあ、そうでもないの俺より年下なんだな、年下なんだ、そう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 、なんか32歳、おじさんって言うな、俺は32歳だみたいなこと言うんですよね。そう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 、あれは多分ね台本なんですよ、はいはい、その後に、はい、なんか焚き火の前かそれか最後のシーンかなんかで、
いや、なんか、うん、その言って32歳だって言って吉野がなんかおじさんじゃんって返すんでしょ、はいはい、そこまではセリフでちゃんと、はい、その後になんかその背中姿でこう森の方になんか跳ねていく2人がそう歩いていくっていうところをもうちょっとアドリブを入れてほしいって言われてね、なんかすごい怖いから怒ってくるからヒーってなんか吉野が言った気がしてそれがなんかまあそこがアドリブだったんだよね。てめえは俺がいねえと100回は死んでるところだぜ。私の攻撃は防げませんよ。俺たち人間の未来は俺たち人間が決めんだよ。